とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、新しくゲットした防具を装備して、クエストをクリアしていきたいと思います。この防具ですね。生きたツタのアーマー251です。これね、素晴らしいよ。クールダウンがついてて、雷フォーカス、火炎フォーカス、マルチロール、です。もともと、アクロバットがついてるんで、マルチロールが結構使い放題になる。そして、モブを絡め取るんだよね。汚染された種が、もともとついてるような装備です。安全性も結構高いやつになってます。ただ 35% 軽減がついてないので、まだ防具は欲しいやつがいくつかあるかな。はい。まあ、とりあえず、今日はここがね、デイリー3なので、行ってみようと思います。変更点は、炎の矢のみ、と、火傷をつけてます。で、モブが、炎の道か。まあ、なんとかなるんじゃないですか。行ってみましょう。では、行きましょうって、あれだね。ここのクエストって、何回か行ってるけど、キャプテンいないんだよな、確かここって。ああ、そうだよね。確かここ、キャプテンが結構見当たらない場所だと思います。今回どうだろうね。ちゃんとマックスいてくれれば嬉しいんですけども。てか遠距離の敵多いな。遠距離が多い。遠距離が多いと、このね、スタのアーマーがあまり機能しないんだよね。おおおお、一体いる。うん、いいね。幸先がいい方だと思いますよ。よし。オッケー。やっぱ炎の矢がね、ついてると、めちゃくちゃいいね。すごく動きやすい。よし。まあ、とりあえず、矢を増殖してから、行きまーす。1体目は、いきなりナイトモードか。まあまあ、あと2つの、変更点によるね、いけるかどうかは、まあ今のところ結構厳しい。よし。OK。なんだ？略奪者に置き換わるか。待て！これはまあまだマシだね。最後の1個ぐらいで、こっちの攻撃力が下がったり、敵の攻撃力が上がったりしたら、ちょっともう無理ゲーかな。まあ、それだけ、キャプテンがいてくれればいいんだけどね。どうだろう。ここいたことってあんまりないから、もしかしたら、出てこないかもしれないね。まあ、あまり期待はしないでおこう。おっしゃ。もう重力かなんかついてたでしょ今の。もう最悪だ。死にたくなかったのに重力で寄せられて、この炎の道でブワーってやられた。もうおい、よし。もうなんだ、こう強制戦闘なのかナイトモードなのかもうよくわからん。ああ、ああ、どこ行く。よし。行きましょう。あと4体。頼むよ。いてくれよ。いや、いないなぁ。いや、でもまだ真ん中あたりだから、わかんない。この先にいてくれれば嬉しい。もうナイトモードになったからもうね、休憩する場所がなくなって、それが辛い。敵自体はね、そんなにね、厄介でもないんだよね、ナイトモードの敵は。そんなに厄介でもないんだけど、休憩できなくなるっていうのがちょっと辛いんだよな。お、いた !3 体目いた。うわ、危ねえ。あー、もうやばいやばいやばい。よしよしよし。なんだ、速度 60% アップ。ちょっときついな。
ってなると、この反対側とかにもまだいるんじゃない、もしかして。速度 60% か。まあまあ攻撃じゃないからまだマシかな。うん、きついっちゃきついかもしんないけど、うん、 HP や攻撃力が上がるよりかは幾分かマシっぽいね。いないんかい。いやー、よし、オッケー、いけ。で、ここ強制戦闘ね。はいはい。え、でももういないよな。もういないよね。この先はもうボスだから。そうか、3体か。あ、まあまあまあ仕方ないや。そういうこともね、多々あるし。ボスだね、だな。うん、間違いなくボスですよ。とりあえずスポンジ装備していこうか。オッケー、スポンジ装備した。これでワンパンして終わり。あー、うん、ここはどうやったっけ。一応影カバンで用意をしとくか。あぶね、これマジか、マジか、こいつどこどこどこいる、どこいる。うわ、嘘。おお、倒した。じゃ、待て待て待て、まだ出るな、まだ出るな。待て待てって、あっぶねえ、あぶなー。ちょっと待って、装備変えるから。ちょっと待てって、ちょっと待ちなさいって、待てって。もう最悪だ。武器武器武器、オッケー、よし。とりあえずクリアか。なかったなー、畜生。あ、でもあれを装備しとかんといかんな。クリア前に装備を変えていきます。おい、あ、もうもう、うわー、もう嫌なやつ、本当に嫌なやつ。サッとして、あぶね、よし、嫌なやつ本当。では見てみましょう。3つだったからね。脅威の旗取ってないとダメだったっけ、どうだったかな。わあ、やっぱり脅威を取っていかないと意味なかったんだ。そうだ、もうなんだよ、結構きつかったのに報酬がこれってひどいな。やっぱりあの雪のところってあんまり出ないっぽいですね。まあ今度出てても行かないどこかな。なんかちょっとショックです。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。